こんにちは、ジュリアンです。はい、12月26日で、まあ、昨日クリスマスだったんですけれども、僕はもう早くも旅行に行く準備をしています。あと3時間半ぐらいで飛行機は出発するんですけれども、まあその前にちょっと動画を撮ろうかなと思って、よろしくお願いします。はい、でどこに行くかというと、タイとミャンマーに行きます。まずタイに行って、でまあ2日ぐらい滞在して、でミャンマーに行きます。ミャンマーって国知らない人、まあ、結構いるとは思いますけれども、ちょっと簡単な地図あります。はい、ここにタイがあって、これがミャンマー、東南アジアの西の方ですね。はい、で一応旅程としてはバンコクから、まあ、タイの首都のバンコクから、ミャンマーの一番大きな都市のヤンゴンに行きます。でヤンゴンに着いたら、自転車を買います。でできればママチャリみたいに前にカゴがあるやつが欲しいです。そうすれば、なんだろう、結構荷物もそこに乗せられると思うので、すごい便利かなと思っています。で自転車買ったら、一応北へ300キロぐらい行く予定で、まあここにピアイっていう町があって、そこに行こうかなと思っています。特に理由はありません。まあまあ理由としては、まああるとしたら、ここは結構平ら、山がないから行きやすいんじゃないのかなと思って、でこの間にあるちっちゃな村とかをちょっと訪ねてみたいなと思っています。はい、でそこに行ったら、まあなんだろう、どうするかちょっとわからないけれども、まあ最終的にはずっと南の方に行きたいんですよね。一応電車で行けるとは思うんですけれども、どうなのかちょっとよくわからないですね。まあそれはちょっと探りながら、なんとかしていきたいと思います。うん、でこの南にあるダワイっていう町に着いたら、バンコクまで多分200キロぐらいなんですけれども、国境までは、ここら辺に国境があるんですけど、ここまでなんか歩こうかなと思ってるんですよね。なんかそこら辺すごい綺麗で、なんか山もあるし、多分自転車は適してないと思うから、もう道路もひどい状態だから、歩いていこうかなと思っています。うん、まあ実際どうなるか分かんないけれども、まあそれが簡単なプランです。はい、でミャンマーってイメージ多分つかないと思うけど、すごい綺麗な、絵があったんで、これちょっと見せたいと思います。はい、これがミャンマーですね。僕、2014年に行ったことがあるんですけど、本当に緑ばかりの国で、すごいなんか日差しも強くて、まあジャングルみたいだけれども、すごい文化が根付いているっていうか、美しい国ですね。だからまた戻りたいなって、またこういう風景を見たいなと思って、今回の旅を、プランしました。うん、でまあ、旅のプランですけれども、一応ミャンマー語もそうですね、2ヶ月ぐらい勉強しているんですけれども、そんなに猛勉強っていうわけではないから、ちょっとまあ少しはまあ分かる感じになっていますね。まあ、これが教科書で、まあ、まあ半分も言ってないんですけれども、まあでも基礎的な知識はついたんで、まあまあいいかなと思って一応なんか英語とか教えてる身なんで、なんだろう、日本語も喋れるし英語喋れるから、他の言語ってあまり学習した感じがないんですよね。だからその感覚を身につけたいというのもあって、でちょっとこのビルマ語、ミャンマー語をビルマ語っていうんですけれども、それを勉強しようと思って、まあ、準備しました。はい、一応数字とかなんとかなるとは思うんですけどね、最低でも。はい、その他に持っていくものは、まあ普通にこのカメラ、デジカメ、このレンズ結構いいんですよ。このレンズは食べ物とかにすごい適しています。なぜかというと、静止状態の、被写体を写すときは、まあ、撮るときは背景がぼやかしてできるんですよね。だからその食べ物だけをこうやってパチェってやれば、まあインスタグラムとかに上げられるんじゃないですかね、よくわかんないけれども。で、他にはこれ外部ハードディスク、うん、
2TB 入ります。だからもう何千時間何百時間か分かんないけどかなり、容量が大きいのでいくらでも動画入ると思っています。はい、他には何だろう、うん、なんか今流行ってる笹団子2つ持ってこうかなって、まあ残り物なんだけれども、うん、笹団子大好きです。あと GoPro、 まあ大した説明も必要ないと思うんですけど無用だと思うから、まあでもいろいろアクションとかやってなんかいろいろ撮りたいなっていう気持ちだけはあるんだけれども実際やるかどうかはちょっと分かんないですね。まあこの動画が第1号として、その次の、 あの動画を導いてくれるといいんですけどね。はい、その他にはまあ帽子、多分すごい暑いと思うから、うん、日射病にならないためにも帽子かぶります。であとサングラス、ね、ホコリとかもすごいめっちゃくると思うから目に入っちゃったら見えなくなっちゃうから、サングラス持ってきます。うん、その他には特に面白いものはないけどパソコンとあとこの読書結構したいなと思ってるから Kindle 持ってきます。中のまあ本が大事ですよね Kindle っていうよりも。だからニーチェとかあと日本のそのまあ戦後のビジネスの本とかあるんでまだ読んでないからそれをちょっと読みたいと思っています。はい、じゃあどうも今日はどうもありがとうございます、聞いてくれて。で次はミャンマーで多分また撮影すると思いますけれどもね、まあ、それまではバイバイ。